い、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、造成宅地防災区域について解説いたします。造成宅地防災区域っていうのは、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者に危害が生ずる恐れがある、宅地造成工事規制区域外の区域について知事が指定するのが、造成宅地防災区域なんですね。なので、宅地造成工事規制区域とは、別に造成宅地防災区域を指定するんだ。この2つっていうのは重複重なることはないんだってことをまず頭に入れておきましょう。別々なんですね。別々です。まずここ頭に入れておいてください。で、造成宅地防災区域に指定されたこの区域内の宅地については保全義務があるんですね。これは宅地造成工事規制区域でもあった内容ですよね。規制区域内についても保全義務がありました。基本的には内容は、まあ、ほぼほぼ同じもんって考えていただいて大丈夫です。また、勧告制度もありましたね。規制区域内についての勧告制度もありました。もうこれも基本的には同じもんだって考えてもらって大丈夫です。ただ違いがあるので、この点についてはちょっと後で解説していこうと思います。で、一応ですね、造成宅地の保全義務について簡単に解説すると、この造成宅地防災区域内において、宅地造成に伴う災害が生じないように擁壁を設置したりとか、まあ、そういった必要な措置を講ずるよう努める義務があるんですね。これも規制区域内の時と同じで努力義務です。努力義務、つまり努力しましょうと、災害が起きないように努力しましょうっていう義務なんですね。で、この保全義務誰が負うかっていうと、この造成宅地防災区域内の宅地の所有者、占有者、管理者、まあ、この3名なんですね。で、この保全義務を負う内容については、宅地造成工事規制区域の保全義務を負う人と同じなんです。同じです。じゃあ、勧告についてはどうか。造成宅地防災区域内において、宅地造成に伴う災害が生ずる恐れがあると認めるとき、知事は勧告することができます。注意することができる。例えば、擁壁を設置してくださいねと。注意することができるんですね。じゃあ知事は誰に対して勧告できるか。これは宅地の所有者、占有者、管理者だけなんですね。造成主だったりとか工事施工者は含まないんですよ。これが宅地造成工事規制区域内における勧告との違いになってきます。で、なんでこのような違いが出てくるのかっていう話なんですね。で、これはどういうことかというと、造成宅地防災区域内については許可制度ってないんですよ。宅地造成工事をする際の許可制度ってないんですね。許可制度がないということは、許可をもらった造成主だったりとか、この造成主と工事の請負契約をした工事施工者だったりとか、こういった人はいないわけですよ。これらの人っていうのは宅地造成工事規制区域内において許可をもらった人、およびその許可をもらった造成主から依頼を受けた人なんですよね。工事の依頼を受けた人。なので、造成宅地防災区域内には許可制度がないがゆえに、そういった人っていうのがここに登場しないということなんですね。まあこれは理解をすればわかりやすいと思いますんで、まあ理解をして頭に入れておいていただければと思います。なので今回頭に入れるところで言ったら、造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域外で定めることができるんだと。指定することができるんだ。で、誰が指定するかって言ったら知事が指定するんだ。これ頭に入れていただいて、誰が保全義務を負うのか、誰に対して知事は勧告できるのか、まあ、これも一緒に頭に入れていただくのがいいと思います。で、個別指導では、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域、どう違うの？先ほど重複しませんよ、重なることはありませんよって言ったんですけども、そもそも何が違うかまで解説させていただきます。まあ、こういった理解があると、もっと頭に入りやすくなりますんで、まあ、そのような理解学習ですね、ぜひ行っていただければと思います。もしこのような理解学習を実践していきたい、勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご検討いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に宅建の教材だけで勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。
理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであればぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。